皆さんこんにちは。今回は、先週出した情報募集動画の募集結果になります。今回もたくさんの情報をいただいており、いくつか解決することができました。ありがとうございます。一つ目、奇妙な人形劇。昔見た奇妙な人形劇を探しているという話でした。これに関しては、残念ながら未解決となっております。以前の動画では、キャンドルコーブの再現動画か何かではないか、と考えたのですが、やはり別の動画である可能性が高いとのことです。リクエスト主さんから補足情報をいただいておりまして、紹介していたのは日本の YouTuber で、その方は別の動画でキャンドルコーブを紹介していたとのことで、やはり以前見た動画は別の人形劇だと思われます。また、サブリミナルで映される部屋はリアルで散らかった部屋の中央で首を吊っていたそうです。元動画もそこそこ再生されており、有名な動画と思われるのですが、私が探してみた限りだと見つかりませんでした。力不足で申し訳ないですが、こちら、引き続き情報をお待ちしております。二つ目、首が繋がっていない女の子の画像、10年以上前に見た自撮り画像を探しているという話でした。これに関しては、情報をいただいております。目撃証言をいただいておりまして、画像まとめサイトで見たという方がいらっしゃいました。怖い画像系、よく見るとおかしい画像のようなまとめられ方をしていたとのことです。やはりこの画像は、怖い画像、としてネットに出回っていたことがわかります。また、リクエスト主さんからも補足情報をいただいております。撮影場所は屋外で、背景にはビルか団地が映っていたそうです。自撮り系で意味がわかると怖い画像といえば、蒸気の写真が思い浮かびますがこれらは全部屋内なんですよね。ただ、怖い画像として出回っているのであれば、見つかる可能性はあると思います。こちら、引き続き情報を募集しております。三つ目、父から見せてもらった写真、父親から見せてもらった奇妙な心霊写真を探しているそうです。内容的にもかなり怖い写真だったようで気になっていたのですが、残念ながらこちらは未解決となっています。私も調べてみたのですが、似たような写真すら見つけることができませんでした。おそらくネットで拾った写真をお父さんが見せてくれたのだと思うのですが、そうでないとすると見つけるのは難しいかもしれないですね。こちら、似たような写真を見たことがあるという方はコメントお願いします。四つ目、後ろの坊主、8、9年前にテレビで見た心霊映像を探しているという話でした。こちらは解決いたしました。呪怨終わりの始まり警告編の CM ではないかという情報をいただきまして、リクエスト主さんに確認いただいたところこれで間違いないとのことでした。せっかくなので少しお見せします。和室のような場所で撮影をしている動画でカメラを下に向けると、子供が出てきます。坊主ではなくくさくさですが、これで間違いないとのことでした。ちなみにこの CM は怖すぎて放送中止になったそうです。確かにこんなのがテレビで流れたらびっくりしますよね。5つ目、昇天した姉、8年ほど前に YouTube で見た心霊映像を探しているそうです。こちら、多くの情報をいただいておりまして目撃証言も多数あります。また、似たような動画も見つけていただきました。おそらく配信中に事故を起こした映像だと思われます。もう一つ、証言とほぼ一致する動画を見たという証言もいただいておりまして、動画も見つけていただきました。それがこちらの動画ですが、小さな女の子が車を運転している風の動画になっており途中で事故を起こします。そして、一人が事故で倒れ、昇天してしまうシーンもあり、最終的には生き返るというオチで終わります。内容的に心霊動画、というわけではなさそうですね。おそらく、これらの動画ではないかなと思います。6つ目、不気味なフリーゲーム。12年くらい前に見たスクール系のフリーゲームを探しているそうです。こちら、絶望の街、ではないかという情報をいただきまして、リクエスト主さんに確認していただいたところ、終わり方は合っているとのことでした。そして、
もう一つ、ファイナルタックン、ではないかという情報もいただき、リクエスト主さんにこちらも確認していただいたところ、この二つのゲームで間違いないとのことでした。どうやら、ラストのシーンは、絶望の街、で他は、ファイナルタックン、というゲームだったそうで、記憶が混ざっていたみたいです。どのようなゲームかというと、絶望の街は本当に意味不明なゲームで、主人公はフリーターの男です。他のキャラに話しかけるとかなり辛辣なことを言われてしまいます。また、ラストシーンでは悲鳴と共に人形が出てくるという、これまた意味不明な終わり方をします。ファイナルタックン、についてですが、こちらはあまり情報がないものの、不気味なゲームだったそうで、証言にあった宇宙人というのが、このフリーザーっぽい敵だったみたいです。いずれのゲームも情報が少なかったのですが、それでも見つけてくださったのはすごいと思います。ありがとうございました。7つ目、本物の魔女。19年くらい前にアンビリバボーか仰天ニュースで見たある絵画気になっているそうです。これについては多くの情報をいただいておりまして、多分解決とさせていただきます。この話は、セイラム魔女裁判を題材にした再現ドラマではないかと言われています。アメリカのセイラム村で200名近い人が魔女として告発されるという魔女狩り事件があり、それを題材にした番組がいくつかあります。その中で、時期的に最も近いのが、世界痛快伝説、という番組です。2003年に放送されたもので、時期的に一致します。リクエスト主さんにも確認していただき、これかもしれない、とのことでした。ただ、映像が見つかっていないので、何か見つかり次第またお知らせします。8つ目、謎の小冊子。30年以上前、小学校の校門付近で配られていた小冊子を探しているという話でした。予想以上に多くの方から情報をいただきまして、こちら、多分解決とします。かなり多くの方から、もらったことがある、という話を聞かせていただき、最も多かったのが、物見の塔、です。エホバの証人が発行している小冊子で一般向けに配布されているものもあるようです。こんな感じで、挿絵付きで色々と書かれております。次に多かったのが、聖書配布協力会が配っている小冊子ではないか、という情報です。実際の写真がこんな感じです。証言を見るとこっちの方が近い気がします。似たようなものをもらったという方の情報によれば、中にキリストが鞭打ちされている絵などグロテスクなものが書かれていたと言います。おそらくこれらの冊子をもらったのではないかと考えられますが、この時代は他にも新興宗教が配っていたとのことなので、有名な宗教の冊子ではないとすると、特定は難しいかもしれませんね。以上、今回の情報募集結果でした。今回も多くの情報をいただきました。ご協力ありがとうございます。最近、情報募集動画に限らず、いろいろな情報を提供してくださる方が増えてきてとても助かっております。雑風呂は、視聴者さんと解決していくチャンネルとしてもやっていく方針ですので、私も頑張ります。それでは明日の情報募集動画でまた会いましょう。